こんにちは、速稼塾の久保です。会社員とか勤め人をしながら、副業で稼いでいきたいというふうな思いに駆られている方多いと思うんですよ。でその中で100万回ぐらい聞いたような気がするんですけども、今勤めている会社は副業が禁じられてるんですとかね、副業がなかなかできる雰囲気じゃありませんとかね、そういうので躊躇されている方いると思うんですよ。はっきり言ってその躊躇はあなたが勝手に勘違いしてるだけですね。副業多いに結構ですよ。そんなね、主権の制限が私たちはある特定の会社に受けるものでありません。ですんで、その副業をやったことによってね、何か不利益を被ることがあったら、どうぞ労働監督基準署に走り込んでください。いや、それしかないと思いますよ。で、そういった動きが副業を禁じてる会社の、ウィークポイントになりますね。今、副業を禁じることは多分ね、もうできないんですよ。その辺、しっかり確かめてやってますかね。じゃあ副業じゃなくて収入を得てなかったらいいのかってことになります。毎週日曜日に近所の公園をボランティアで掃除してます。これはどうですか？これ認められるんですかね？じゃあここにギャラが発生したらどうでしょうか？ギャラといっても現金だけではなくて、何かしらのサービスを受けていたり、お疲れ様って言ってジュース1本いただいたり、それはどうですかね？つまり副業の解釈ってむちゃくちゃ難しいんですよ。で、副業したということによって不利益を被るとしたら、副業によってどんな損害を受けたのか、会社は自分たちの会社のどのルールに抵触しているのか、それは法律や憲法、ひいてはですね、地域の条例に反しているのかってことまで証明しないと、結局はね、会社側の一方的なパワハラということになってしまいます。ここまでね、ギスギスしたことを考えなくても遠慮なくやればいいんですよ。なぜなら今お勤めしている会社に不満があるからですよね。副業しようとしてるのは不満がなくて、収入的にも未来展望的にも何の疑問もなければ副業やろうなんて思わないでしょ。つまり今の会社ではやばいと思ってるからなんですよ。じゃあそんな会社、やばい会社に義理立てして自分の人生を捧げるほどに、あなたは今お勤めの会社そんなに愛してるんですかね？そうではないですよね。できれば会社に分かんないようにコソコソっと稼いで、でどっかで会社に不義理と思われながらもその会社を離れようと思ってるわけですよね。自分の都合で、随分自分勝手な話だと思いますよ。どうせ自分勝手なら自分の人生のど真ん中を生きた方がいいと思います。ちょっと私の経験を話しますけども、私は自分で会社経営をしてました。で、経営者ってのは自分の事業をどんどん増やしていく仕事です。で、従業員さんに徹底的な搾取をします。これはね、したくてするわけじゃないんですよ。できれば高い給料をスタッフさんにも払いたいと思いますよ。でも悲しいかな、従業員のパフォーマンスが悪ければ会社全体の売り上げが出ないんですよ。言ってみれば創業者ってのはね、経営者ってのは自分でもやっていける、一人でやっていける能力があるんですよ。どちらかというと勤め人っていうのは自分でやっていく自信がないんですよね。だから食いっぱぐれのない給料とか時給ってものを当てにするんですよ。そこに存在するだけでお金が自動的に入ってくるでしょ。でも経営者ってのは従業員さんが存在する限りずっとコストがかかるんですよ。それこそね、タバコ1本吸ってもトイレに1分行っても無駄銭なんですよ。それが経営者の本音です。だから出勤5分前来ていただいて、そしてトイレにも行かずタバコも吸わずにジュース1杯お茶1杯飲まずにずっと売り上げを立ててほしいんですよ。そんなことに付き合ってられます？付き合ってられないですよね。それこそ休憩ぐらいさせてくれよって話になりますよね。でも休憩は会社の規定にあるんでしょうか？トイレには何分以上行っちゃいけないっていう決まりはあるんでしょうか？場合によっては従業員さんがね、トイレで一息ついてスマートフォンのチェックをしてゆったりと時間を過ごすこともあるんじゃないですか？はっきり言って経営者の側から言えば、トイレに3分入られたら大損害です。こういうこと考えたことないでしょ。トイレに行ってくれんなっていう話なんですよ。飯も食ってくれんなって話なんですよ。ただそれを公に言えないだけなんですよね。そして私の経験は何を言いたいかっていうと、私は会社を経営しながらさまざまな事業をしてました。そして速稼塾というものにたどり着きました。その速稼塾が売上や利益をがっぽりと作ってくれたので、私は赤字だらけの店舗の人件費が払えるようになったんですよね。で、それについて私のお店の人件費を払ってもらってる、給料をもらってる従業員は
どういうふうに思うでしょうか。最初は職場が確保できてよかったなと思ってるんですよ。でもそのうちに自分たちが一生懸命やってることがどこまでやっても100万円以上の赤字を垂れ流していること、そして100万以上の赤字を垂れ流しているところに社長が一人で、私が一人で稼いできたお金を全部投下してくれていることにすぐ分かるんですよ。さあそこで安心感を持つでしょうかね。いつ切られてもおかしくないっていうふうに思うんじゃないですかね。それはみんなね、就職活動しだしますよ。本当はですよ、自分たちの不甲斐ない売り上げを上げるためにお店の状態を復活させていただいて、できればね、利益を出して社長に利益で還元ってことをね、するのが従業員の役目です。予算達成って当たり前のことですからね。で、決まりを守るのは当たり前のことですからね。それを含む規定を承認して会社に入ってくるわけじゃないですか。でもなぜか会社に入ると自分勝手な都合で、ある時はルール、ある時はそのぐらいいいじゃないかというふうな自己正当化でスタッフさんは働き始めます。経営者はそういうわけにはいきません。月末には必ず支払わないといけない利息があります。銀行の借り入れがあります。経費の支払いがあります。払わなければ取引先銀行からそっぽを向かれて、それこそ一生が終わります。なぜなら会社の連帯保証人は社長自身だからなんですよ。ですので一歩も引くことができませんね。それこそ潰れた会社、自分の会社が潰れたら転職はほとんど不可能です。つまりリスクが一番高いのは経営者なんですよ。多分経営者になったことがないんで、こういう視点で物を考えることはないと思いますし、今この話を聞いてもポジショントークだと思うんですけども、経営者なんてのは一番損なんですよ。一番損なんだけども一番得なんですよ。変なこと言いますけども、リスクに応じたリターンがあるんですよ。経営者っていうのはそれこそね、毎月100万の赤字を垂れ流す、そんな事業も抱えることもあれば、毎月100万以上の利益をもたらしてくれるような事業を所有することもあるんですよ。だから金銭感覚は毎月20万30万給料もらってる人と全く違います。全く違うということは出発点、発想からして全く違うんですよ。で、その発想にたどり着かなければ、ずっと従業員目線でこの会社は給料安いなと、この会社は自由がないなと思ってるんですよ、ね、でもその会社に義理立てしてしがみついているでしょ。気に入らないんだったらいつ辞めてもらってもいいんですよ。辞めないでしょ。結局は旨味を吸おうとしてるんですよね。だからそういうふうな、やっぱりまずね、自分の勘違いとかずるさに気づいていかないといけないと。本当に自分でやっていけると思うんだったら、自分の売り上げが安定してから自分の事業を公開するんじゃなくて、今日から自分は何者だってことをね、始めるべきだと思います。経営者を、そして今働いている、ね、会社、その経営者をちゃんと納得させて、できればね、自分の起こした事業と今まで勤めていた会社、この関係を取引先にするっていうのが、きちんと事業を独立するってことだと思いますよ。それこそね、副業が禁じられていても、会社の中で一定の成果を上げていれば、きちんと会社を説得することができるはずです。二束三文の値打ちしか出してないスタッフさんなら、どんなことを言っても会社は言うこと聞いてくれません。信頼されないわけですから。単なる時間合わせの駒として使われるのは、それ仕方ないことだと思います。ですので独立するってことは、おそらくですね、敵だらけになると思います。自分の会社をやるってことは、自分一人が組織と同じぐらいの力を持つってことになるんですよ。その第一歩として、自分のやってる事業のことはね、副業のことを会社に隠すっていうのは、それだけでもうね、チャンスを失ってることだと思います。堂々とやればいいんですよ。その規模が小さければ会社は何とも思いません。大きくなっていくと会社は取引先にしようと思います、うん、社員を排除しようなんて思わないと思うんですけどね。もし副業がバレて不利な影響を受けるとしたら、それはあなた自身がしょうもないことを会社の中でしてるから、信頼関係を築けなかったってことだと思った方が今後のためにいいと思いますよ。社員ってのはね、活動して副業で結果が出れば会社にとっても利益なんですよ。だからといって副業をやりましょうと推奨することはしません。どうしてかというと、副業ってのはね、ある一定の能力のある人にしかできないんですよ。また副業 OK ですよって言っても、その会社がこんな副業どうですかって斡旋できないですよね。斡旋するぐらいだったら自分の会社の残業させた方がいいからですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、ことね、副業しようと考えてる人には勘違いが多すぎるんですよ。だからまずは自分が副業するってことは、それはね、経営者になるってことなんですよ。
っていうことは自分が勤めてる会社の経営者さんに学んだ方が絶対いいですね。自分の勤めてる会社の経営者さんに経営理念ですとか、最初起業の時の楽しみとか苦しさとか、そういうのをきちんと聞き取ってですね、それは社員さんとか自分の会社の従業員さんが何か仕事のことについてね、聞きたいって言ったのを断る経営者いないですからね。もし経営者さんに断られたらすぐに辞めてください、その会社、いても意味がないですよ。会社の経営者っていうのは常に従業員さんを求めてますし、できれば後継者を欲しいと思ってるんですよ。でその中で企業意識、副業意識を持っている人が相談に来れば、まずは自分の会社の後継者にできないかなというふうに考えます。能力が低すぎたらそれはもちろんね、話にも応じてくれませんけども、まあでもね、自分がこれから起業してる時に、起業しようとしてる時に自分の勤めてる会社の経営者に相談できないっていうのは、なんかもうそこで終わっちゃってるような気がします。だって自分の仕事するわけじゃないですか、これから。そしたら他の会社の経営者さんと一人でも知り合いがいた方がいいですよね。取引先になるわけですから。だからそこがね、こそこそ隠れてやったりとかね、それから副業が軌道に乗ったんでやめます、これはどうでしょうか。その経営者さん、まず一番最初に取引先になるべき自分が今勤めてる会社の経営者さんに最も嫌われてしまう出来事ではないかなと思うんですよ。そして最もビジネスマンとしては恥ずべきことだと思いますね、その他ね、自分自身の、ビジネス倫理を、ビジネスを始めるんだったら、構築していただいて、でそれが世の中に対してね、どう映るのか。結局は自分で事業しようと思っても社会が認めないとできないですから、自分以外の人が認めてくれないとできないんですよ。誰もお金を払ってくれませんし、ライバル会社は手加減してくれません。その中でどうせ手加減をしてくれないほど手強い会社なら、自分の身内にできないかなって考えていかないと、それは敵ばっかりになって商品売るところじゃなくなっちゃいますね。ということでね、副業を志されている方とか、これから自分の手にビジネスを手に入れようとしている方は、今勤めている会社との関係を今一度見直した方がいいと思いますね。私の速稼塾の塾生さんの例ですけども、自分の所属している会社の IT 化が遅れていることにね、随分と業を煮やして、久保さん、速稼塾で私は独立副業したいんですというふうに相談に来られました。2年前の話です。で、私はこう言いました。じゃあネットの力をつけてその会社を離れて独立するのではなくて、例えば YouTube、ブログ、SNS の力をコツコツ鍛えて、今お勤めの会社に IT 事業部をあなたが部長として作ってみてはいかがですかということを話しましたね。これはどうでしょうかね。副業しているようであって、自分でその会社の新しい部門を立ち上げる準備をしているわけなんですよ。そしてその部門が会社の予算を割いて認められなければ辞めればいいんですよ。だって社会的影響のある事業にしたんだったら、会社を離れても十分やっていけるでしょ。そして会社を離れても十分やっていける力がついていたら、みすみすそういう人を会社から放り出すようなことは経営者はしませんでしょう。そういうふうにね、考えていくことじゃないかなと。うちの会社ダメだなと思ったら、ダメな部分を自分で個別で自主勉強してね、力をつけたら、会社に私はこんな力があって会社に提案できるんですよと、貢献できますよというふうにお話し見てはいかがですかね。そういうふうに社内にイノベーションを起こす、社会、会社っていう小さな社会の中にイノベーションを起こすことが、全ての第一歩だと思いますけどね。結局何でもかんでも自分一人でビジネスを一人で稼げば何でもいいってわけじゃないんですよ。これからの時代、ジョブ型雇用と言われますけども、会社というコミュニティの中で自分がその会社にどのくらいの貢献ができるか、そしてその会社からどれだけの資源を借りてくれるか、この取引関係がすごく大事だと思いますよ。もはやね、待っていれば給料が入る時代ではなくって、自分で売り上げた分、その分に応じた給料を自分でもぎ取ってくる、そういうふうなジョブ型雇用の社会にもう4月ですからね、なったんじゃないかなと思います。いつまでも昭和型のビジネス、ファミリー型のビジネス頭の中から追い出せないのじゃ、もう終わってますよ。ということで今回は以上です。いってらっしゃい。